はい、皆さん、こんにちは。神田と申します。では、引き続きね、やっていきたいと思いまーす。はい。でね、なんか前は、洞窟みたいなとこ行ったけど、扉が開かへんかって、戻ってきました。はい。え？多すぎ？多すぎませんがね。行動。お笑い帳。笑うネタを、ちょっと待って。これ、どうやったっけな？戦闘が難しい。多すぎ剣。よし。ちょっと待って。お笑い長は笑う。おもろいやろ。きつい。多すぎ剣じゃあ、多すぎ連っていう、なんか、そういう人いませんでしたっけ？俳優さん。待って。凶暴は、なんか、凶暴はよくわからへんねんけど。わからん。凶暴がちょっとわからへん。ちょっと待って、むずい。ごめんなさい。あ、死ぬ。ちょっと。間違えた。死ぬ。あ。きつ。はい。まあ、難しいぞ、言っとく。あ、なんか、テイク2。難しいんやでな、ちょっと、マジ。くそ。あのな、凶暴のやり方だけがな、いまいちまだ把握できてない、あの攻略が。ぶっ殺していいんや、えん、ほんまに凶暴は。他のやつはさ、逃がす方法わかるけどさ、凶暴だけがわからへんねんな。あれ、ちょっと動画見返すかな。いいか人間、最後のゲームだ。こいつは、これまでで一番危険だぞ。見ろ、恐怖のしけしこ。あれ、なんか、あれ、デジャブかな。あれ、デジャブ感じますね。あれ、おかしいな。なんか前のパートぐらいで見た気がするんやけどな。おかしいな。言っとくけど、マジでこれイベント2回目ですね。撮り直しとかはしてません。マジで2回目で私自身ビビってますね。あれ、戻ったから1回。1回戻ったからもう1回このイベント流れたんかな。流れようかな、今。私のミスじゃないです。このゲームの仕様です。よくわかる。ってから前のパートはね、引き返したからかな。引き返すたびにこの人ら何回も同じやつやってくるもん。面白いね。はい、行きましょう。こんにちは。あいつ、今度は何をするつもりかな。おいらにはさっぱりだ。ひとつ言えるのは、青い小麦のこと。ああ、そうやな。青は、青は止まれやったっけ。思い出せってことなの？え？青は止まれてなかったっけ？確か。ん？なんだよ、こりゃ。ようこそ、スノーフルの、街があるって言っとったな。Welcome to Snowfall。いいね。かわいい。あ、セーブあるやん。ラッキー。よし、ショップ。うわ、唐突なやつが始まった。いらっしゃい。何か探し物かい？買う。え？武器？ぶん殴れ。え？回復。アーマー。え、マジ？装備？ちょっと待って。売る。物売りたい。ここは、シチアじゃないよ。あんたの地元、なるほど。棒切れの、話す。挨拶しよう。おしゃべり、付き合おうよ。なんかお金くれるかな、喋ったら。挨拶する。こんにちは。スノーフルようこそ。この街によそから人が来るなんて、ずいぶん久しぶりだね。あんたはどっから来たのかな？都かい？観光客って雰囲気でもな、じゃないけれど、連れはいないのかい？おすすめスポット。この街のおすすめスポットかい？お腹が空いてんなら、グリルビーズ。調べ物なら図書館。くたびれてんなら宿屋で下休みするといいよ。
この店のすぐ隣さ。あずいの姉ちゃんが言ってんだ。退屈ならお胸に寝て骸骨ゾンビの漫才でも見物するんだね。あの二人随分、ん？あの二人多分兄弟だと思うけど。あの日突然現れて偉そうにし始めてさ。まあおかげで暇つぶしには困らなくなったけどね。おう、なるほど。この街の歴史。歴史の授業で習わなかったのかい？昔々モンスターたちは森の遺跡に住んでいました。でさ。で、まあいろいろあってみんなで遺跡を出て、さ。洞窟の出口の方を目指したのさ。その途中で獣系の連中はこの辺りの気候が気に入ってね。そのまま住み着いたってわけさ。そうそう、遺跡に行ってみようななんて考えても無駄だよ。扉はずっと昔に閉じたっきりさ、お化けになるか、地面に穴でも掘らない限り中に入れないから。遺跡ってあれか、あのママがおったとこか。あ、間違えたー！聞いた。おばちゃん聞いた。地下での生活。これといって、特に変わったことはないね。ちょっと苦しいのは確かだけど、でも、みんな心の奥で信じてんのさ。いつかきっと自由になれる日が来るってね。そうやって、希望を持ってる限りしんどくたって、耐えていけるってもんさ。人生ってそういうもんだろ。なるほどね。いいね、この人。ちょっと待ってね。またよろしくね、オッケー。装備が変えるん？ぽいな。アイテム。本は？トリエル、出ろ。しか、ですよね。ですよね。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。高級ホテルスノーテルへようこそ。一晩80ギルです。止まりません。やめます。はーい。そう、気が変わったら、だって高いやん。なんかないかな、アイテム。え、登れへんの？あ、不法侵入になるから。あかんか。80はちょっと高くね。これは？街の端っこまで歩くのが面倒な方へ、トンネルをお試しください。最短距離で移動できます。あ、そう。ちょっと待って。買おうか、あの、防具。防具買いたい。買う、ぶん殴れ。武器もいるな、でもな。アーマー、腹筋がすごい。回復、二度おいしい。オリジナルレシピ。バンダナ。はい。ありがとね。あとは、攻撃はな、せえへんからな、いらんかな。バビコ？パピコじゃなくてバビコ？シナモンキー、22回111回かける。二度美味しいやろ？かける2か。あー、そっか。1回で22回復するか、11回復するかの違いか。ほんで2個入っとんか。ほんで10安いんやったらバビコにしよっか。オッケー。ちょっとこんだけ持っとこう。おーい、ありがとうねー。あ、間違えた。アイテム。これな、教えてもらったんやで、コメント欄でな。ユースとな、インフォとな、あの、ドロップっていうのはね。あの、ユースは、使うっていう意味でね。今これ喋りながらね、自分のね、動画のコメント欄をね、新たに見返している最中でございます。あのね、知ってるんですよ、私。あの、教えてもらったから、あのね。あの、そう、ユースはアイテムを使うで、インフォはアイテムステータスを見るで、あの、ドロップはアイテムを捨てるっていうことなんですよ。はい、ありがとうございます。あの、たくさんの方にね、教えてもらって、ありがとうございます。で、ステータス見ましょうか。ディフェンス、少しくたぶる、腹筋の。やから、装備したいねんな、これ。お、できた！ステータス。お、武器がおもちゃのナイフや。はぁ。おもちゃのナイフは、多分、3か。カッコ3って書いてあるから、攻撃力が3ってことか。アイテム。棒切れは？アタック0。なるほど。棒切れをもうすでに、あ、そう、棒切れってかあれか。壊れたナイフを、もう、あれか、装備しとんか。ちょっと待って。こっちは？プラス2か。いらんわ。あとは、話すっていうか、あの、アイテムをちょっと、回復したいから、回復もちょっと欲しいな。オッケー。こんだけでっか。出る。おーい。また来まーす。ねえ、いらんもんをさ、捨てよう。なんか入ってんけど。勝手に丈夫な手袋が入ってんけど。棒切れはいらん。んねえ、包帯も、いらん。ぐらいかな。手袋は大丈夫かな？これで OK かもしれん。
うん、まあとりあえずこうしておこう。セーブしまーす。はい、セーブしました。ではね、行きましょうかね。このトンネルをどうしようかね。ちょっと待ってね。あそこに立ってる女の人を見てるとなんかモヤモヤするんだよね。それはあれですよ、この女の人のことが好きなんですよね。あなた分かりますか。この子シナモンちゃんっていうのは可愛いでしょ。可愛い。チャームポイントはお尻よ。うふふふふふふ。はい、すごい。クリスマス昔、ティーンエンジャーたちは、あるモンスターの角に飾りをつけていたずらしたことがあった。街の人たちはそのモンスターを慰めながら、あー、なるほどね。それぐらい気を飾りつけて、その下にプレゼントを置く習慣が生まれたんだ。なるほど。なんか黄色いの、あ、なんか、これもらえへん。なんか、プレゼントくれへん。サンタから街中にやってる、うん、私にプレゼントは。押す押すおら押す危ねえ、危ねえ、危ねえ。お前さ、俺と同じで子供だろ。いや、はい。子供10代です。よろしくお願いします。横島のシャツ着てっからすぐ分かったぜ。あ、バレた。横島の服ってさ、私着ひんねんな、リアルでも。この町には村長がいない。何か問題が起きれば、スケルトンのやつが魚の女の人に伝えるんだ。へぇ。政治ってのはそういうもんさ。あのさ、横島の服をさ、着たらさ、あの、なんかいろんなのこれな。なんか太く見えるから、体が。だから、着ひんのですよね、私ね。っていう、どうでもええ話。こんにちは。スパイク付きの首輪をして、自分のアイデンティティをアピールするのはどうだ。世紀末ですね。紐を繋いで散歩に連れてってください。自己主張だ。ほん。お、さっきの効果ワンク。何やねん。一人ポーカーをして、一人、負けて、一人でポーカーってできるの。今日女の子を釣りに行ったんだ。え、女の子を釣りに？女なんてちょっと釣りと垂らせばすぐに引っかかるって聞いたからさ。代わりに女の子がいるか、いるのかは疑問だけど。釣れたこと、愛を育むつもりだよ。たとえそれが魚でもな。あ、この隣に女の子、これ女の子か。ん？そこにいる犬たちはロイヤルガードのメンバーだよ。リーダーは、いや、あー、ロイヤルガード？うん。アンダインは偉そうだし、うるさいし、気に入らない奴に暴力を振る。子供たちが憧れるのも当然だよ。いや、全然憧れない。あー、なるほど。あのスケルトン兄弟も骨くらいくれればいいのにさ。あずしら骨が大好きなのさ。こいつらってカップルやったっけ？それ、別に？この店ではどこに座るかよく考えた方がいいっす。下手するとあのでかくて人のつっこいのが膝に飛び乗ってくるっす。あ、なるほど。唇お化けや。そうそう、人間の食べ物ってモンスターのとは違うんだろ。聞いた話だと腐るとか言うのす。しかも食べると体の中上から下まで移動する。気色悪いな。ああ、そういうことか。これウサギ？ウサピョン。どの店でも同じメニュー来てる。気悪も同じメンツ。たまには違うドリンク飲んで、ほっほっとな男子と出会いたいな。なるほどね。お、ホットの男子ここいらっしゃいますよ。都は人が増えすぎたんで、みんなこの町に移住してくるって話だ。はぁ、俺的には地元の伝統を汚されるのはごめんだね。あ、でもその気持ちわかるかも。でも都会の気取った連中が雪道で滑ってこけるのは見物だな。ジュークボックスは壊れている。あとはこの人かな。こんにちは。グルビーがね、この店では水はお出ししません。水は身を滅ぼしますって。何を言ってるか分かんないですね。出ましょう。よいしょ。どうしようかな。あっこのさ、あれ通れば、トンネル通ればええみたいなさ、感じで、みんな笑ったりギャグを言ったりして、目の前の問題から目をそらして、単調な毎日、人口の密度の上昇、日当たりの悪さ。私はそうやって嫌なことから忘れられたらいいんだけど、笑いセンスがなくて。イエス。視点の世界には色々と問題があるけど、それでもみんな笑って暮らしてるのなんでって？どうせ何もできないんだから、文句言っても仕方ないだろ。ここって地底なん？ちょっと待って、気になるな。あの洞窟気になるな。洞窟っていうかさ、どこ繋がったやろな。行ってみよっか。行ってみよう。ちょっとセーブしますね。はい、セーブしました。ちょっと行ってみよっか。どこ繋がった？おお、めっちゃこっちやん。てか、こんなこっちまで街があったことを知らんかった。なるほどね。便利やな。なるほど。ちょっとここ入ってみようか。図書館って書いてあったな。ここは図書館だよ。ああ、わかってる。表の看板は字が間違ってるよ。あ、そうなの？新聞を作ることはとても気に入ってるわ。うん、ここのニュースなんてほとんどないから、見せるもの漫画バズる。まあ、ペッペッペー。うん。
ごほ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 。子供の頃学校で実習時間によく文字探しをさらやされてる。ちょっと待って、その目つき、君はクロスワードパズルに手こずるタイプだね。そんなことない。クロスワードは得意やぞ、私。言っとくけど、私クロスワード得意やぞ。モンスターの葬式を本当にとっておくと、ちょっとかっこばい、セブル、セブル、エヴァンス。あんまりのこと、うん、うん、イエス、うん、うん、レスト、お、お、マイカー、お、セイエス、うん、はい、希望、思いやり、モンスターの魂はこれらのものでできているとされている。しかし、そもそも魂とはどういうものなのかよくわかっていないが、現状が。ああ、絶対、何しろ人間の魂はそれらのものがなくても存在できるな。魂って何なんやろな。私ね、たまに調べるんですよね。人が死んだらどないになるのかとかさ。あ、手紙いっぱい詰まっとうで。開封されていないダイレクトメールがぎっしり詰まってる。DM がいっぱいありますね。お、ピクルスのお家やって。なんか空っぽだ。あ、どんまい。ピクルス、鍵がかかっとうか。そっか。ピクルスのお家、色、いいやな。さて、これどうしよっかね。うわ、後ろに豆腐が飛んだ。豆腐ちょっとね、右がなんかセキュルートっぽいから、ちょっと上行ってみようか。早いな、もう16分ぐらい経ったの。早くね。ちょっと上行ってみまーす。街が広い。ねえねえ、モンスターと人間ごっこしようよ。あ？おっ！ドドドン！ああ、なんと美しいノックの音。返事をしなければもう一度聞けるだろうか。変態かな？辛抱強く待って甲斐があった。ああ。やべえやつが寸胴ぞ。ああ。あ、こっちか。幼い頃は世界が果てしなく広がっているように思えたのだ。ああ、何言ってるかわかんないです。あ、豆腐じゃなかった。これやった。氷。おいちゃん何しよん。豆腐が飛んどうと思ったら違った。Hello? Can I speak to... あれ？番号間違えたかな？間違えたよ、ごめんなちゃい。ファファン！書き間違えたよ、気まずいよ。間違えたよ、ごめんなちゃい。書き間違えたよ、さよなら。なんやねん。下が正規ルートですね。よしよし、行こう行こう行こう。なんかさ、歩くのがめんどくさいためのさ、これがあるってことはさ、一旦また戻ってくる機会があるってことよな、ここな。こっち行きましょうか。ぱ、静かないけど。なんかこれ、なんか起きそう。え、なんか、あ、なんか白くなったで、白くなったで。見えづら。え、見え。あ。はっ！ピクルス？人間よ。複雑な感情について語ってもよいか。それは、自分と同じようにパスタを愛する者を見つけた喜び。自分と同じようにパズルが得意な者への憧れ。いてててた。頭もいいやつに、イケてると思われたいという願い。これこそ、貴様が今、抱いている感情だな。違うかな？ちょっと違うかな？俺様にはそんな気持ちはさっぱりわからんが。何しろ俺様は偉大なるピクルス様だから。友達がたくさんいる奴の気持ちなんて普通に知ってるし。孤独な人間よ。貴様は哀れだ。だが、案ずる。俺様が貴様を一人ぼっちにはしない。何この偉大なるピクルス様が貴様の何ダメだ。やはりこんなことは許されん。俺様は貴様の友達にはなれないんだ。え、なろうよ。貴様は人間。俺様が捕まえなければならん。貴様を捕まえれば俺様のね、流れの、ね、夢が叶う。強くて人形の大有名人で。それがこのピクルス様。次期に、ロイヤルガードの一員になる男だ。え？ピクルスも友達になろうよ。
はい、ってわけでね、めちゃくちゃええとこなんですけど、はい、次回にこっからね、次回にしたいと思います。うわー、なんちゅう展開、友達になればいいのにな、素直に。はい、というわけで、ね、また次回見てください。ではアデュース、バイバーイ、シーエー。